ケニアナイロビ出身のサッカー選手。ケニア代表。ポジションは MF。メジャーリーグサッカー、モントリオールインパクト所属。兄は、マクドナルド・マリガ。ワニアマはトライアルを経て、ベルギーのベールス・ホットと4年契約を結ぶ。2008から09シーズンの終わりにデビューを果たす。2009年9月に、アンデルレヒトのマティアス・スアレスへの危険なタックルにより100ユーロの、 罰金と3試合の出場停止処分を受ける。2010年夏にスコティッシュプレミアリーグのセルティックがワニアマの獲得に動くがベールスホットは拒否した。ロシアプレミアリーグのチェスカモスクワも彼を狙っていた。2010年12月11日に行われたウェステルローとのリーグ戦で77分に同点弾を決めベールスホットでの初ゴールを記録した。二千十一年四月 コルトレイクのブレヒトデアーゲレに肘打ちしていたことがビデオで確認され、ワニアマは再び3試合の出場停止処分を受けた。2011年7月9日、90万ポンドでセルティックに4年契約で加入することが決定した。2013年7月、サウサンプトン FC へ完全一席。2016年6月23日、サウサンプトン時代の恩師。 マウリシオ・ポチェッティの率いるトッテナム・ホットスパー、FC へ移籍することが発表された。契約期間は2021年までの5年間で、移籍金は1100万ポンド。8月21日のクリスタル・パレス FC 戦において、トッテナムでの初ゴールを挙げた。5月14日、ホワイトハート・レインでの最後のホームゲーム、マンチェスター・ユナイテッド戦では、先制点を決め、 トッテナムのシーズン2位を確定させる勝利に貢献。プレミアリーグ最終節の春式戦でも2試合連続となるゴールを決めた。2017年6月、母国ケニアの隣国のタンザニアに、自らの名前を冠する、ビクター・ワニャマ通りが作られたが、手続きのミスなどがありわずか1日で命名を撤回した。2017から18シーズンと2018から19。 シーズンは立場が一転し、それぞれリーグ戦の出場試合数が20試合を切った。特に2018から19シーズンは前シーズンまで控えに止まっていた武蔵底が対等してきたため居場所を失った。2019から20シーズン開幕前にトッテナムがタンギエンドンベレラボランチをさらに補強したため放出要因となり、クラブブルッヘが 興味を示したが遺跡には至らなかった。2019年9月21日のレスターシティ FC 戦では守備固めのため途中交代から出場したが逆に自らのミスから失点を喫した。2020年3月3日、モントリオールインパクトに3年契約で加入したことが発表された。2007年5月に行われたナイジェリア代表との 国際親善試合において15歳でフル代表デビューを果たした。ただし、この試合は国際サッカー連盟から国際 A マッチと公認されておらず、正式なキャップとしては数えられていない。ケニア代表として 2010FIFA ワールドカップアフリカ予選でも全6試合に出場した。ありがとうございます。